こんにちは、ギターの田中です。今回はですね、あのジャズ3型のピック、これですね、これの弾き比べをしてみたいと思います。で、ピックによってですね、まあどのくらいそもそも音が違うのかなってね、これ別にジャズ3の中での比較じゃなくて、そもそもどのくらい違うのかなっていうことなんですけど、まあこれちょっと一般的な、ですね、ピックですね、ティアドロップ型の、こうやってやるといいんだったかな、ね、このピンクなのはよく見かけるやつですかね、はい。で、この緑の中うちにあったやつで、赤いのはジャズ3ですね。ちょっとこの3つで例えばどのくらいそもそも違うのかっていうのをね、まず一回感じてみていただいてから、ジャズ3の比較に移ってみたいと思います。まずですね、例えばですけれども、まあ指で弾いてみるとどんな感じかっていうことなんですけどね。はい。で、今回はちょっとエフェクトかけっぱなしでいきます。はい。それによってね、例えばディレイって多分広域があると乗りやすかったり、ディレイ音がね、出やすかったりというか耳に届きやすかったりすると思うんですけど、まあそれもかけっぱなしのまま比較してみたいと思います。はい。で、まずですね、指で弾いてみますね。まあこんな感じかな。続いてこのピンク色の、亀のマークのやつですね、ダンロップのピック、ちょっと使ってみたいと思います。厚さは、0.71 ミリというふうに書いてありますね。使ってみます。あ、こうコードとかもね、親指と、ね、結構これこのマイクにどう乗るかっていうのもちょっと今回ね、それも興味あって撮ってるところもあるんですけど、このちょっと薄いしなるピックというか、これを使うとちょっとシャラン感が強く出ますよね。親指だとちょっとそのシャランがこの肉の柔らかみで多分殺されてですね、出づらかったりすると、このようなサウンド。じゃあ今度はこれ緑色のこのピック使ってみたいと思うんですけど、これ厚さが 0.81 ミリって書いてありますけどね、ちょっと弾いてみます。気持ちこの緑色の方はちょっとファットに感じるかなというふうに、僕には感じますね。はい。さて、それとじゃあこのジャズ3ですね、はい、この普通の一番普通の赤いやつ使ってみたいと思います。これジムホールとかも多分これですね、ニアフェルダーとか、今はどうか分かんないですけどギラッド・ヘクセルマンとかもこの赤いピックだったと思います。ちょっと弾いてみますね。緑色。失礼しました。ピンク。赤。赤いジャズ3。ね、なんとなくですけど、こうこの赤いジャズ3、やっぱりとてもね、昔から結構テクニカル系のギタリストとか、使ってる人多いかなっていうイメージなんですけど、ドリームシアターの人とかね、なんかこのシャリーンっていうこのねピックみたいな、まあ硬いものですよね、カラカラしてるって言ったらいいのかな、ね、なんかこういう硬いとこに落とすと、どっかいいとこないかな、まあこういうとこ落としてもね聞こえづらいですね、あ、じゃあこれにしようね、はい。で、例えばこういうところに落としてもね、これ肉がここに親指のね肉がつくより、やっぱりピックっていうのはちょっと当然乾いてるというか
硬い材質なのでですね、まあ、それが弦に当たって音が出るときにまあやっぱ影響があるっていうことなんですが、そのピックの中でもこのジャズ3はちょっと柔らかくて、ちょっとしなる分ですね、なんとなくこれが一番ライトな感じ、ピンクのやつ、この緑のが2番目で、これがかなりマイルドというかで、まあこのねピンクのやつと緑のやつと赤いやつですね、はい、なんかこれが一番ジャズ3の赤が、ナイロン素材ということもあってかですね、かなりマイルドなサウンドになっているかなと思います、ね、ね、これが赤の音ですね、はい、で続いてなんですけど、はい、次これちょっと パッと手に取ってみたのをどんどん次々やっていくスタイルでいきたいと思います。これウォーキンさんで売ってるですね、渋谷にあるあのフルアコとかの専門店ですね、はい、これ厚さ 1.5 ミリで、このジャズ3の、まあ、赤ですね、これ 1.38 ミリだったかな、まあ、それと比べるとちょっと分厚いって感じ、はい、で素材はちょっとこうナイロンよりは硬いですね、ちょっとなんか抜けが良さそうな印象がありますけど、どのぐらい違うかなと生きてみたいと思います。まあこういうサウンドですね。赤だとなんかこの大きなやつの方がちょっと抜けがいい感じがしますね、はい、でこの抜けがいいってのもですね、まあ、ちょっとこのここだけ話すの長くなっちゃうんで、あの他のピックと比べていく中でも少し話していきたいと思うんですけど、こうね抜けがいいってのは必ずしもいいことではなかったりする気もしますね、はい、ちょっとなんていうのかな、まあすっきりしすぎるというか、抜けがいいんでなんか音量がちっちゃくても聞こえちゃうのでですね、 なんか音量絞り気味に、まあ僕はしがちかな、抜けがいいとですね、前は結構そういうのが好きだったんですけど、今はちょっとこう音量が実際出てるっていうですね、あの、まあ、ある種ちょっとモコモコして若干聞こえにくいからそれがファットさにつながってるみたいな、まあ、そういうのも好きだったりするんで、まあここは難しいんですけどね、はい、まあ、ウォーキンさんの方がジャズ3の赤より、音抜けが良さそうな感じがします、はい、でどんどんいきますね。でこれちょっとあのハゲちゃ使用してハゲちゃってるんでですね、柄がこれラデックスっていうピックですね、はい、これあの以前動画出てもらったあのオタニクっていう、ギターの子ですね、から教えてもらったんです。これめちゃめちゃいいんですね。まあとにかく弦離れがいいって感じですかね、はい。あとですね、あのさっきのウォーキンのと比べるとちょっとこうウォーキンのこれ、まあ、厚みがあるからっていうのもあると思うんですけど、ちょっとぷっくりしてる分ですね、なんていうのかな、こう結構点に当たる感じっていうのかな、はい、このヘリの部分がのなんていうのかな、頂点を当ててるような、この側面の頂点を当ててるような感覚になりやすいんですけど、まあ、このラデックスの方がですね、なんかこうバチというか平らなもので弾いてる感じっていうのがちょっとほんの少しの違いなんですけどね、感じるかなと思います。これ確か 1.2 ミリだったと思うんですけど、ね、これとウォーキンの違いはちょっ
とね、やっぱり大きいのがファットで、これかなりいいなというふうに思うんですけど、このラデックスはなんか、それよりは音がちょっとね、薄いというか感じもありますけど、結構僕は好きです。はい。で、どんどんいきますね。で、次、これ。これですね。はい、これプライムトーンっていうダンロップから出てる、ちょっとお高いピックのシリーズの。で、これちょっとね、もうなんか、碁石みたいな、かなり分厚い。厚さはちょっと調べてないんですけれども、かなり厚いですね。石みたいな、薄い石みたいな感じ。なんかかなり音質いいですよね。どうでしょう。これね、マイクで撮っててどのくらい違うかなっていうのも、あと自分で編集するとき楽しみなんですけれども、かなりいいです。まあ値段もね、他のが100円なのに比べて確かこれ400円くらいするんで、これかなりいいかなということですね。はい。なんですけど、やっぱこの、こうね、ここだけ比べると、かなりいいんですけどね。なんかこれだけ、ここだけ部分だけ取るんだったらね、使うんだったらいいと思うんですけど、なんかこう例えばなんかこういうカッティングとかね、これね、これどうですかね。まあ音質もこれね、いいっちゃいいんですけど、なんか何もかもファットでちょっと音が強すぎるって感じもありますね。やっぱりカッティングって一歩後ろに下がる部分も必要だったりするし、あとちょっとこの碁石的なやつがですね、こういう動作をし続けるのにはちょっとやりづらいかなってのもあります。なんでやっぱ一長一短ってことですね。でまあここでですね、まあここでですね、なんていうのかな、なんか一個のことだけやっぱギター弾くときにやるわけじゃないので、まあ伴奏もするしソロも弾くし、でその伴奏っていうのもまあスイングのね、こういう四つ切りみたいなね、これなんかあんまり上手くないですねまあいいや、これまあこういうのばっかりじゃなくて、さっきみたいなとかね、こういうのやるのに、ちょっとこのやっぱり小石みたいな形っていうのは、全てのこういう伴奏の弦の当たり方にね、馴染むかっていうと、ちょっとやりづらさは、やりづらさというか、やりやすさにムラがあるかなって感じですね。はい。全然ダメとかじゃないんですけど。で、やっぱそのムラができちゃうと、なんかそれを曲とか、その曲の中でもね、ジャズとかだとこう、場面がいろいろ出てきますから。しかも、別にもともと計画してたわけじゃないのにね、そういう風に演奏をしていく中で変化していってそうなったりするんで、やっぱりちょっとそれがあまりにもね、スタイルとかやることによってやりやすさにムラが出ちゃうのはちょっと僕にはストレスかなっていうのもあって、まあ特定の場面だけですね、このスタイルのこの弾き方しかしないよだったら結構いいかなっていう風にも思います。はい。で続いてですね、これ最近一番よく使ってるというか気に入ってます。このトーレックスってカメのやつの 1.35、 一番厚いやつですかね。はい。裏はジャズ3ってまさに書いてありますね。はい。でこれすごくいいんですよね。ちょっと弾いてみますね。にちょっと近いかなっていう感じがしますね。なんか厚さとこの平べったさみたいな感じですかね、っていうのを結構影響しているように僕は感じるんですけど、これは他の例えば本家のこのね、ジャズ3と違うところはこの赤いやつですね。はい。これね、はい、これと違うところは
なんかこれ多分こう平たいプラスチックの板みたいのを型抜きしてそのまま売ってるみたいな感じがちょっとします。まあちょっとバリというかね、ガサガサは取ってる感じがするんですけど、なんかこう脇に平面が残ってるような感じ。ジャズ3ってこうなんていうのかな、赤いやつはね先っちょがちょっとこういう風になってるんですよね。こう型抜きした後どういう技術でやってるのかわかんないんですけど、先っちょがこうなってる。このトーレックスの黒ですね、はい、これね、これはなんかこう型抜き したままみたいな。だからあの断面がですね、なんかこうさっきのジャズ3の赤はこうなってる印象なのに対して、ちょっとこうザクッとこう平らになってるイメージですね、はい、なんかそれが結構僕は好きです。なんかこう音が強すぎないのがとってもいいなって思ってます。あの強く音を出すのはね、なんかまあそれこそ強く弾くとかアングルをいっぱいつけてやる、ね、弦に対してこう角度をたくさんつけてこう、ね、斜めに弾いてやるというか、斜めにピックを当ててやったりとかね、まあ指で弾く時のこのアポヤンドすごく強くしてやったりとか、まあいろんなことでできる部分があるんですけど、まあ普通に弾いてて音が強すぎず強すぎなさずっていうのはこれ結構すごくいいバランスだなと思ってます。このトーレックスの 3.5 ですね、亀のマークの 3.5、 最近これ気に入ってます、はい、で、まあ、これと近いんだけどもっとなんかマイルドというかファットと言ったらいいのかな、これですね、はい、これもメーカー同じダンロップかな、うん、ゲイターみたいな風によくネットでは見たりするんですけど、このワニのマークのジャズ3ですね、こう表面にもジャズ3って書いてあります、はい、これ厚さがまあだから 0.05 だけ違うんですけど、さっきのとこれはですね、断面がさっきのこうザクっていう感じがね、平ら感があるんですけど、これちょっと丸くね、このピックのこのピックのここの部分ですね、はい、この部分がこう平らになってるか、こうこういうとんがるようなようなね、加工になってるかっていう違いがあって、これはちょっと先っちょがこういう風、ただちょっと、ま、かなり丸っこくやってくれてるんで、こうっていうよりはこうですかね、最後は丸、ちょっと丸っこくなる感じ。かなりいいですよね、めちゃくちゃいいなと思って、音の傾向も結構似てるかなっていうふうに感じてるんですけど、この 0.05 ミリの厚さの差なのか、まあ、もしくはこの丸め方、断面の丸め方のせいなのかね、ちょっとこっちの方がさっきのこの、ダンロップのプライムトーンですね、なんかこの碁石みたいなちょっと質感の、はい、なんかこれに似たようなですね、ちょっとこう、丸丸したこの形がなんかいろんなことやるのにちょっとだけ違和感を感じるかな。その点で言うとやっぱりこのさっきのね、亀のジャズ3の 1.35 ミリ、一番厚いやつが、いいなっていうふうに今は感じたりします。はい、で、ではここからですね、あの、まあジャズ3ね、もう一回、こう本家本元のこの赤いやつ、ちょっと使ってみたいと思うんですけど、こんな感じ。ですね。さっきの亀の、ね、1.35 ちょっと比べてみると
これが今のが亀の、これが赤ですね。こうやって比べちゃうと、なんかこの最近このカメのね 1.35 が気に入ってるって言いましたけど、なんかやっぱジャズ3なんだかんだってめちゃめちゃいいですね。はい、やっぱなんかこのナイロンの、感じがですね、ちょっと弦にこう当たるときに、なんて言うんでしょうかね、弾力があるほどじゃないんですよこれね。落としたらカラカラっていうくらいのね、でもう一回やってみると、この赤いやつ落としたらこういう音がするくらいの硬さはあるんですけど、でもなんかやっぱどうでしょうね、黒い方落とした方がちょっとなんかカラカラ乾いた感じするかな、赤い方がちょっと湿ってますよね、カタンって落ちた時の音。うん、なんかこうやって比べてみてたらジャズ3の赤がやっぱり普通に一番いいような気も今してきておりますが、でこの赤と並べてみたいの、赤ちょっともう一回弾いておきますね。はい、やっぱいいですね。ね、赤と比べておきたいのがこれですね。はい、こうウルテックスっていうやつですね。これ、はい。ちょっとこの半透明の、ジャズ3ですね。はい。弾いてみると、めちゃくちゃいい素材な気がしますね。赤と比べてみると、なんかこっちの方が録音映えしそうな感じしますね。こっちでウルテックスの方ですね。赤で弾くとこういうサウンド、ウルテックスで弾くと、半透明で弾くとなんかこっちの音が通る感じがするんですけど、まあなんか良くも悪くもなんですけど、ちょっとなんていうのかな、少しこう均一の音が出すぎるような感覚がちょっと僕にはあるかなっていう気がしますね。はい、だからなんかあの均一の音が出る良さっていうのは当然あるんですけど、なんか差をつけたい時になんか差が出ないでくれるっていうのがね、均一なのが出しやすいっていうね、要するに整ってるって感じが 逆にこう弱点にもなったりするっていうね。なんかピックってこう弾く人のこうなんていうか願いっていうか、どういうことをやりたいかっていうかね、そういう場面が来た時にストレスなくそれができるかっていうのがすごく重要だったりすると思うので、まあこのねウルテックスはちょっと、あとなんかこう断面がちょっと赤いのに比べてなんか丸く、すごく、丸っとしすぎてる感じがしますね。なんとなく僕はやっぱり断面が丸っとしてるより、こうジャズ3の赤がこうだとしたら、ウルテックスはちょっとこう丸っていう感じですね。丸、こういう赤とこういうウルテックスと、あとこの断面がこう裁断してあるのもこういうことですからね。分かりますかね、要するにここに角ができるんですね、断面のところ。ピックこうやって持ってるとしたら、こういうふうにピックがあるとしたら、この断面のこうザクっていったここのへりのところに角ができるので、なんか角があった方が僕好きなのかもしれないですね。はい、まあ、断面がねこう単純にザクって切ってあるようなタイプっていうのは角が2箇所あるわけですよね。はい、裁断した表面と裏面のこのへりの部分、このジャズ3の赤みたいにこうなんていうかな、丸めてある場合っていうのはこう頂点が1箇所になるわけですけどね。はい、まあ、ほんのちょっとの差で、あのこれを差とね、あんまり感じないよっていう人もいるかもしれないですけど、僕には結構気になったりするポイントだったり、しますと、感じです。はい、で、もう一つ一応ご紹介しておくとですね、これジャズ3と正式にはまあ言えないかなとも思うんですけど、何でしょうね、これ
ちょっとこうサイズ感の違いわかるかな。こういうね。そこまでわかりにくいかもしれませんけど、XL ってやつですね。このウルテックスの XL。これもちょっと家にあったんで比べてみたいと思うんですけど、はい。XL はこんな感じ。わかりますかね。これちっちゃい方が後で 先に弾いたというか、これ今からもう一回弾くのがこの大きい方。このカタカタって音がですね、ほら、まあこれもすごい長く持つと同じような感じになるんですけど、まあ、普通に持つと出ないですね、はい、この指の中でカタカタ動く幅が多分当然なんですけど、大きい方がこうね、手の中で動く量が大きくなるので、このカタカタっていうのが出やすい。こういう感じですね。ちょっとエッジが出るって感じですかね、このカタカタ音によって。ね、これはなんか指の肉でホールドされてる量がピック全体に対して、ね、割合が大きいんで、ちょっとこのカタカタが殺されちゃってる感じがしますよね。ね、これだと親指で、ね、包みきれないので、大きいサイズだと。まあこんなような感じですね。カタカタ音が出やすいっていう感じがします。はい、で、あとは残り少なくなってきましたが、これですね。これもプライムトーン。これちょっとカメラに映るかな。端っこがですね、ちょっとこうプロペラのようなカットになってる。あ、これ映るかな、ね、こういう感じになってる。で、これね、あの、プライムトーンのこのシリーズ、これもちょっとまあ400円、500円くらいするんですけど、まあ、こう加工費って感じなんですかね。まあ、素材もちょっと別なんでしょうけど、これなんかあの、準アングルで弾くとちょうどこのカットがですね、うまくさ、機能するんですけど、これ逆アングルで持っちゃうとうまくいかないよと。準アングルの人用のカットになってるって感じですね。だこれなんかあのアングルを弾くときにですね、微妙にこういろいろ調整しながら弾いている僕にとっては、これがある特定の角度にフィットするようになってるんでですね、ちょっとこれ高い割に僕にはなんつうか言い方あれですけど、余計なお世話というかですね、まあハマる人にはドンピシャハマると思います。この角度で弾くのに完璧じゃーんっていうね、なんてサポートしてくれるんだっていうね、このカットがちょっとプロペラみたいなカットですね、なってるんですけど、おすすめ、そういう方にはおすすめできるかなと思います。はい。で、続いて。残り少なくなってまいりましたが、あと、まあ、これですかね。はい。これもジャズ3型と言っていいでしょう。この、JTC って書いてあるよね。はい。ですね、これ。これ、アイバニーズから出てるんですかね。これなんかはかなり断面が、こう分かりますかね。かなりこう、こうピント合うかな。うん。なんか、かなり、切っ先がとんがるようにですね、包丁の先みたいにこう研いであるみたいな。こういう風に、ね、尖らせてるみたいな感じのカットになってます。で、結構分厚いですね。どんくらいでしょう。1ミリ、1.5 とか、もうちょっとあるかもしれないですね。で、まあ先っちょは薄いというそういうピック。これなんかあの前一緒にですね、ジャズギターデュオっていうね、ユニット、まあ、まんますぎる名前なんですけど、古賀康久さんというギタリストがなんかツイッターでこれかなり絶賛していたのを見てですね、以前買ったんですけど、なんか僕は全然ハマんなかったですね。これはなんかやっぱりこうさっきの、これね、これ
このプライムトーンとかもそうなんですけど、なんかやっぱ先端になんか特定の意図を持ったカットがしてあるようなものっていうのは、ね、ある角度にはまるけど、ある角度にははまらないっていうことですね。結構角度、例えばこう、コード弾くときと、単音弾くときと、なんか指も一緒に使ったりするときと、そこからこうまたピックでこうやって弾いたり、あとこうカッティングしたりとかっていうのをこういろいろシームレスに切り替えていくには、ちょっとあんま特定の意図があるカットっていうのはあんまり僕ははまらないかなと思います。なんかある角度に固定してダラーッとこう早く弾くってことだけに特化したりすると、もしかしたらこういうカットっていうのはね、そういう人にはめちゃくちゃはまるのかなっていう気がしますけど。で、あと、2種類ですかね、今ここに用意したのは。これ、ダンドレアっていうメーカーの、あ、やべ、落としちゃった。これ、ダンドレアっていうメーカーですね。これもう色がかなり使って剥げちゃったんですけど、なんか元の模様もちょっと見えますかね。これのジャズ3型ですかね。これもちょっと、弾いてみたいと思いますが、これはかなり、まろやかな、この 断面の仕上げというかなってて、なんか素材もちょっと柔らかいプラスチックみたいな、粘りがちょっとあるようなね。まあ、もちろんこれも落としたらね、カラカラっていうような素材ではあるんですけど、なんかちょっと、なんかカラカラが、ね、例えば一番カラカラしてそうなやつ、じゃあ直前のこのね、JTC ってやつで言うと、あんま変わんないかな？わかりづらいかな？カラカラ度が高そうな、例えばこれかな？プレックとかね。プレックじゃないや。こうプライムトーンのこの、なんていうかな？プロペラカットしたやつですね。ほら、なんかわかります？これカラカラって。ほら、ちょっと湿った感じしますよね。この、ね、このキーンっていう音が出ないっていうね。で、この、ダンドレアのこのプレックっていうピックですね。これちょっと弾いてみると、かなりまろやか。なんかすごいジャーズって感じですね。ジャズマイルドな感じ。直前の JTC とちょっと比べてみると、なんかこうシュッとしてるといえばいい聞こえがいいですけど、ちょっとねクリアな、まさにこの透明なね、の感じの印象の音ですね。これはなんかこう、なんか茶色くて 別光柄のね、 JTC はダンドレアのこのプレックは、なんかちょっとやっぱりジャズって感じですね。なんか伝統的なサウンドみたいな感覚はちょっと感じられますかね。で、一応これはジャズ3型と分類していいんじゃないかなというピックの弾き比べだったわけなんですけれども、一応ここもね、これもうちにあるにはあったんで、ちょっと比べてみたいと思うんですけど、こうやって持つかな。これですね。わかりますかね。この、これ見えるかな。これジャズ2とジャズ3ですね。なんとなくなんとなくというか、まずね、先っちょの形が、わかりますかね？このカメラに映すとわかりづらいかな。ジャズ2の方はちょっと丸っこいのわかりますよね。この、こっち側の、とんがってる方と、
ちょっとこっち先っちょが丸っこい方ですね、はい。まあそういった違いがあるかなと思うんですけど、あとなんとなくですけど、こうやって持ってみるとジャズ2先っちょは丸っこいんだけど、ちょっと薄べったい感じが少ししますかね、はい。これも引き比べてみます。で、なんでこれもう名前がジャズ2なんてジャズ3型とは言いづらいですよね、はい。というわけで一番最後にしましたが、ジャズ3だとこんな感じ。ジャズ2だと、ちょっとファットに感じますかね。どうでしょう、この弾いてる方にはかなり感じてるんですけど、これがジャズ3。ジャズ2はなんかこうエッジな部分が、先っちょのとんがりが丸、ちょっと丸くねなってる分、ちょっとエッジーな感じが減ってるっていうか、あと音抜けみたいな感じとか、あとまあ弦離れっていうんですかね、弦をこうピックの先っちょが通過する感じっていうのも、当然先っちょが丸ければですね、当たる面積が多いんで抜けづらくなるとは思うんですけれども、まあバランス的にはそうですね、やっぱジャズ2の方がこうより丸っこいファットな感じ。普通のジャズ3だとちょっとどうでしょうね、後ろのディレイの音もポランプンみたいな感じ、ちょっと聞こえますかね。ジャズ2だとちょっとその高い音がなんか出づらいせいなのか、ちょっとねディレイ音もかかりにくく感じたりするかもしれません。まあそれもいいと捉えるか、普通のジャズ3のがやっぱりいいんじゃないのっていうふうに捉えるかですね。まあいろいろあるかなと思うんですけれどもね、まあ傾向は当然形が似てるし厚みも概ね一緒なんでね、最初にやったこうティアドロップね、これね、これ、0.71 ミリのね、このカメさんのティアドロップのピック、これなんかで弾くとやっぱなんかちょっとこのやっぱりピックがしなって次の弦にこう、わかりますかね、ピックがしなってこうしなったピックがペンって次の弦に当たるね、こういう感じがちょっと強く感じるかなっていう気がしますね。ジャズ3で弾くと、なんかねかなり違うっていうのは、まあ形のせいなのか厚さのせいなのかっていうとね、ジャズ3でいうと、まあ形も厚さも大体一緒、ね、素材と脇のカットとが違うっていう感じですかね。まあこのジャズ3ってナイロンで、ナイロン素材ちょっとマイルドなね、ね、サウンド、マイルドなサウンド、これですね、ジャズ3、マイルドな素材ですよね、ナイロンですから柔らかいので、あまりカチカチカタカタしたような素材じゃないんだけど、先っちょはとんがってるっていうね、まあ、かなりいいバランスのピックですよね、はい。最後にもう一種類だけ、まあ最近ハマってるといったですね、このカメさんのトーレックスの 1.35 とちょっと引き比べて、動画締めたいと思うんですけど、ちょっとまずこの赤い、ジャズ3普通のやつからですね。なんかこう今日ずっと弾いてるのはこう、なんでしたっけこれ、スカイラークというジャズスタンダードですね。なんか前それ弾いた動画もある、上がってるんで、ちょっとそれは演奏がメイン、演奏と解説がメインの動画ですけどね、はい、ちょっとそれもよかったら聞いてみてください。結構前、数ヶ月前ですけどね、これがジャズ3のサウンドですね、はい。これがジャズ3のサウンド、赤のナイロンのサウンドですね。で次はこのカメさんの黒いピック、今うまく弾けなかったですけど、でもちょっとなんかこの鼻にかかるような思っ
茶感といったらいいのかな、なんかあまりこうラグジュアリーな高級感はそんな感じないんですけど、ね、これジャズ3の普通の赤の方、今弾いたのは亀さんでしたけど赤で弾くと、ラグジュアリーかは別にしてもちょっとおもちゃ感は少ないんじゃないかな、鼻にかかってるのがなっていうね、いやこれ亀だと赤だとこっちはすっきり聞こえるかなと思いますね。なんかこの鼻にかかるようなくぐもりと、あとはこのね、ダンドリアのプレックですね。はい。これね、ダンドリアのプレック。これ。ちょっと色剥げちゃってますけどね。はい。これなんかすごい上質になりすぎるというかですね。多分ジョナサン・クライスバーグなんかが使ってる感じで、多分普通のティアドロップのやつをなんかハサミで切ってちっちゃくして使ってたと思います。僕ね、彼の住んでる家に行って習いに行ったことは何とかあるんですけど、まあ、その時にそれ何みたいに言ったら、ティアドロップ型のこの、ね、ダンドレアのプレックのピックをこう上を切ってですね、なんかほぼ同じ、これと同じようなね形にしたやつを使ってて、え、何、じゃあ気になるんだったら1個あげるよって言って1個もらったんですけどね、ちょっとそれはまた別の場所にしまってあるんで、ちょっと今日この場所はないんですけれども、まあ先端の形はほぼほぼ似てる。これよりはちょっと先っちょがね、これはジャズ3型なんで先っちょがこれちょっととんがり気味ですけど、はい、なんかもっと丸っこいですね、ティアドロップ型の先端はね。ティアドロップ型の先端っていうと、まあ一応これより丸っこいようなイメージはありますけど、これちょっと分かりますかね、この鋭角さがね、なんていうのかな、この先っちょの ここの部分ですね、先端の、はい、ちょっとこうこれだと分かりづらいかもしれないんですけどね、はい、ちょっと丸いのとちょっとこう尖がってる感じって差が分かりますかね、はい、まあなんかジョナサン的にはちょっとこう丸くてファットな感じっていうのが好きなんでしょうね、はい。あまりジョナサンがカッティングしてるのとか見たことないですから、まあジョナサンの弾き方の範囲ではなんかそれが一番ハマってるとかね、サウンドの傾向とか気に入ってるっていうことなんでしょうね、はい。でまあこういうサウンドっていうのはね、その使う道具とか、まあ、爪だったら爪の削り方とかね、どんくらい伸ばしてどういう形状に削ってるかとか、っていうのとなんか自分の弾き方、弦に当て方っていうんですかね、はい、の組み合わせで決まってくるので、なんていうのかね、その組み合わせなんですよね、本当にね、はい。なんかハイが出にくい弾き方を使してる人はなんていうのかな、ハイが出にくい弾き方だからこうハイが出やすいピック使うとちょうどバランスいいなって感じたりするのかもしれないし、その逆もあったりとか、うん、カッティングはしやすいんだけどちょっと単音弾きはしにくいとかね、はい、しにくいっていうのもまあそこもね、はい、カッティング時の当て方とかでいろいろ違うと思うんで、なんか総合的に自分にどんくらい合ってるかなってことですね、はい。でまあ今日、まあ、比べてみた感じでもやっぱり、この普通のジャズ3ですかね、はい、と亀のこのね、これあとまあ時点で言うとまあこれとこの辺ですかね、はい、このねワニさんのやつと、このウォーキンさんのやつも結構いいなと思ったんですけどね、はい。ただこれやっぱちょっと手に入りにくいのかなっていう気もしますね。ネットで売ってるのかしらね。ただギターショップのこうグッズみたいなところがありますからね、世界的に売ってるってわけじゃないでしょう。ツアー先ね、海外ツアーとか行ったら売ってないでしょうね、はい。これダンロップ、ね、ダンロップとまあウォーキンさんね、ずっと同じピック作り続けるかって言ったらダンロップのこのジャズ3の方が存続するであろう可能性は高いですよね、はい。
まあ100年後あるかっていうとどっちも当然わかんないですけどね。どこでも手に入りやすいかっていうのも結構重要だったりすると思います。うん。というわけで、ちょっとねお話も長くなってしまいましたが、で皆さんもですねぜひ普段使ってるピックの選ぶ際のね参考になれば幸いです。はい。というわけで、何かお役に立っていれば、この動画がお役に立っていれば幸いです。はい。というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。まあ、この動画がですね役に立ったとか面白かったという方はぜひチャンネル登録していただいて、コメント欄や高評価なんかもよろしくお願いいたします。はい。というわけで、以上、ギタリストの田中雄一でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。